ギー・ジーの軸学説とは歯科において、アルフレッド・ギー・ジーが1910年頃から1928年にかけて研究し1929年に提唱した科学運動に対する仮説理論であり、近代補哲学、葬儀師補哲学の基盤となる理論である。その理論は、科学運動の大部分が様々な回転軸を中心として行われるとし、幾何学的な製図によって、 その回転中心を求め、光合機上にその運動を再現することができるとした。DEG ーーは化学運動を製図するために顔弓と呼ばれる装置を用いて従来と比して精細な生体の動作を測定することに成功した。さらに、摂取点部に置いたトレーサーに描写した速報摂取道ッチ稼働をゴシックアーチと命名し、化学速報運動の回転中心を求める過程に、 用いた。ギー・ジーが、自らの軸学説に基づき、提唱した、葬儀師の人工場においての交互面形態に関する、学説である。葬儀師において、両側性平行交互の様式を表すために、前方交互交互表、後方交互交互表、平行交互交互表の3面を機能の原型として、説明した。権田義道、羽生哲也、藤井博行、藤井照久。 野ぎうよしひろ、最新葬儀師保哲学編集、ゴンダよしみち、いはやく出版、1999年3月20日、第2版、ピアニッシモ、82から83、ISBN4 から263454286。ありがとうございます。